司法委員会はドナルド・トランプ大統領に対する弾劾条項の議論を開始し、クリスマス休暇前に下院での投票が予定されています。民主党はトランプに対し権力の乱用と議会の妨害という2つの主要な告発をもたらしました。委員長のジェロルド・ナドラーはトランプが議会に彼を弾劾する以外に選択の余地がないと言った。大統領が最初に権力を乱用し、その後議会のすべての情報要求を取り締まることができるなら、議会は大統領に対するチェックとバランスとして行動する義務を果たすことができず、大統領は独裁者になる。ランキング共和党のダグ・コリンズは、民主党がプロセスを急いでおり、トランプに対する訴訟を持っていないと述べました。これは、他のいかなるものと同じ政治的便宜に関するものであり、弾劾の記事に決してあるべきではなく、それを行う誰もが非常に薄い氷の上を踏んでいます。委員会は数日内に記事に投票し、来週までに下院で完全投票する予定です。それらが承認された場合、共和党の過半数が大統領に有罪判決を下す可能性が低い上院裁判に送られるでしょう。法務部の検査官は、ドナルド・トランプ大統領の2016年のキャンペーンとのロシアの接触について水曜日に上院司法委員会で数時間証言しました。マイケル・ホロビッツは、FBI には調査を開始する正当な根拠があり、政治的偏見に動機づけられていないが、調査の実施方法に大きな欠陥があるとパネルに語った。共和党のリンジー・グラハム委員会委員長は、立法者が法律を手に入れることでシステムが失敗し、カリフォルニア民主党のダイアン・ファインスタインは、FBI の調査は政治的バイアスではなく事実に基づいていると述べた。詳細については、当社のウェブサイトをご覧ください。これは VOA ニュースです。ノーベル平和賞受賞者のアウン・サン・スー・チー氏は、水曜日に国連の裁判所でガンビアがもたらしたジェノサイドの申し立てに反対しました。ロイターのデイビッド・ドイルが詳細を述べています。2017年にビルマ軍事作戦が開始されて以来、強姦、殺人、拷問のロヒンギャの証言は圧倒的でした。しかし水曜日に、ミャンマーの指導者アウン・サン・スー・チーは、国連の国際司法裁判所でガンビアによって提起された事件に関するジェノサイドの告発を拒否しました。それでも、裁判所がラカインで地上で得ている状況を冷静かつ正確に評価することは最も重要なことです。かつて西側が民主主義の象徴として表彰したノーベル平和賞受賞者は、約30分間、ラカイン州での軍事主導のクリアランス作戦は、ロヒンギャの数十の警察署に対する過激な攻撃に対する合法的なテロ対策であると述べました。人権団体は、スー・キーの声明は、地上及び証人の証言に関する証拠と矛盾すると述べた。これは、ロイターのデイビッド・ドイルの報告でした。タイム誌は、重大の気候活動家グレタ・トゥンベルグをその年の人に選んだ。AP のマイク・ヘンペンから詳細を入手します。グレタ・トゥンベルグは、気候変動への迅速な対応を求めている世界的な若者運動の代表者になったとしてタイムによる名誉に浴して、彼女は少し驚いたことを認めています。トゥーンバーグは、マドリードで開催された国連気候変動会議に出席し、そこで人々が行動を起こすことを奨励した後の休暇中にスウェーデンの自宅に滞在する予定です。
民主的な市民として、それはあなたの責任だからです。タイムはサンバーグのウェブサイトで引用、人類と私たちが持っている唯一の家との略奪関係について警鐘を鳴らしていると述べています。16歳でスンベルグはタイム最年少のパーソンオブザイヤーになりました。マイク編編です。水曜日早くにアフガニスタン最大の米軍基地に対する爆弾と銃による攻撃により、少なくとも1人が死亡し、80人以上が負傷しました。ほとんどが民間人です。アフガニスタン軍当局は自殺爆撃機がバグラム飛行場に隣接する未使用の病院のゲートの前で爆発物を詰めた車両を爆発させたと言いました。タリバンがその攻撃を行ったと述べました。 NATO 主導のリゾルトサポート軍事ミッションのスポークスマンは、アメリカや連合軍の犠牲者はいなかったが、爆撃中に施設がひどく破損したと述べた。水曜日の攻撃は、トランプ政権とタリバンとの間の和平交渉がアフガニスタン戦争への政治的解決を見つける努力で、カタールのドーハで続くときに来ました。これらのストーリーとその日のニュースの詳細については、必ずボアニューズ .com のウェブサイトにログオンしてください。VOA ニュースのデイビッド・バードです。以上です。ありがとうございました。リッスン DVOA でした。